おはようございます。時刻は朝の8時半過ぎたところです。僕は今高崎駅にいるんですけれども、今からリクエストのあった吾妻線の大前駅に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではこれですね、大前行きで一気に大前まで行きたいと思います。8時53分発ですね。乗車時間だいたい1時間50分、2時間ぐらいなんでね、結構長いんですけど、頑張っていきたいと思います。高崎出た頃はね、一路に10人ぐらい乗ったんですけど、もうみんなどんどん降りてって、終点の大前へ着く頃にはもう誰も乗ってなくて、この車両僕だけになってしまいました。もうちょっとでね、終点の大前に着きますね。はい、時刻は午前10時40分過ぎたぐらいのところですね。大前に着きました。これが駅前、一面一線の駅なんですけれども、これ以上先に進めないので折り返しの駅ということになります。行き止まり駅、大前踏切ってあってね、これ踏切なんですよ。関係者以外立ち入り禁止、どういうことなんだろうと思ったら、なんか全面通行止めってなってまして、どうやら土砂崩れなのか何かしたのか、道路が壊れたのか、ちょっとこれ以上先に進めないですね。信号もずっと赤になってて、これ以上行かないでねっていうことでね、ちょっと行けないので、あとはもう駅の前にこういう団地っていうかアパートみたいのがある。そして、こっち側行くと、どうやらこういう集落、あ、大前食堂みたいな食堂もあるみたいですよ。ほら、食堂ありますよね。あと車通ってますけど、まあこれぐらいですかね。高崎からだいたい1時間50分ぐらいで来ることができました。それではね、早速ね、まああと20分ぐらいで発車なので、では駅のホームね、入っていきましょう。はい、ここで駅のホームなんですけれども、まあ、何人かね、乗ってた方がいたんですけど、駅で降りる方はいないで、そのまま往復するような感じですから、まあ観光客というか、鉄オタの方なんでしょうけど、なんか、ただ乗ってきたっていうような感じだけのようですね。それではですね、ここなんですけど、一面一線の駅なんですが、だいたいまあ、4両分止まれるような長さの駅のようですね。で、これ以上先進めないで、まあ、向こう側行ってみるっていうか、これ以上行けないんで、大前ですね。大前、終点の大前、行き止まり駅ですね。で、右、万座、香川口ということで、もうこれ以上向こうには行けないんで、まあ、あっちが万座川口、香川口とかも高崎方面しかない。これしかない。で、こっち側はもう行き止まりということで、何もないんでございます。ただね、この中ね、待合室かな、は一応あるみたいなのでね、ちょっとその中ね、覗いてみたいと思います。ね、早速この待合室の中に入ってみたいと思います。なんか記念ノート中にありますって書いてあるんで、中にどうやら記念ノートがあるようなんで、ちょっと入ってみましょうか。まあ、割と、綺麗な待合室。1、2、3、4。5連ベンチですけど、まあ、駅ネスリーにはちょっと厳しい作りのベンチですよね。で、あとはこう、シンプルな感じ。運行状況とか、あ、これが記念ノートってやつか。まあ、記念ノートっていうか、まあ、駅ノートですよね。駅ノートがあって、後で書き込んでいこうと思うんですけど、あとはまあ、ご利用のお客様へということと、バス代行輸送について、ということで、計画運休を行う際はバスによる代行輸送を行い、まあ、せんって書いてますね。代行輸送を行わないらしいです。なるほど。で、ちょっと狭い、こっちはもう掃除用具なんですけど、この狭い、このスペースのところに時刻表があって、渋川高崎方面1、2、3、4、5本のみということですね。隣のね、万座香川口折り返しの列車が多いので、大前に来る列車っていうのは非常に少ない。で、11時41分に着いたんで、このまま11時2分。まあ、つまり、この同じ電車に乗って、まあ、帰ろうじゃないかと。もうそれしかないですよね。11時2分できたらもう17時32分までこんなところにいたらもう何していいかが途方に暮れてしまうんで。こっちの料金は低い。今、大前にいるんで、中之条まで680円。で、渋川1170円。で、これ次の列車が
新米橋行きですね。新米橋行きなんで、新米橋まで、1340円、高崎1520円ということでね、1520円以上の時間乗ってたような気もしますけど。ではね、また外に出てみましょう。で、まあそこが、待合室の隣がトイレ。ということでトイレがあって、あとこっち側は何があるのかな。最後こう、最後尾、最初先頭だったんですけど、この3号車、4号車か。がね、帰りは最後尾になるんで、まあ、オーマイということで、隣が、万座、風は口しかない。ので、ちょっとなんか、やっぱり工事現場とか、あるようなんで、なんかちょっと崖崩れがしたのかな。道路直してるような感じですね。踏切降下は、何のことでしょう。ということで、最後、向こうまで行ってみますか。まあ、先端ってやつですね。先端まで行ってみましょう。一体何があるのかわからないんですが、あ、なるほど。もう、線路が切れてますね。これ以上、線路がないような状態。なんかもっと予定ではね、なんか線路つなげる予定だったらしいんですけど、なんか、いつかその予定というか、それは頓挫してしまったようです。で、あそこが最後。行き止まりですけど、なんか若干なんか登るところみたいのありますけど、これで線路は終わったということですね。で、駅全体これで見れましたかね。じゃあ帰りこれに乗ってね、また行きたいと思います。以上、大前駅でございました。